三池隆史、三池隆史、三池隆史、1960年8月24日帯は、大阪府八尾市出身の日本の映画監督。幼少時代を30県で過ごし、大阪工業大学高等学校時代はラグビーを行っていたが、入部した瞬間にレベルの違いを思い知って挫折。ラグビーを断念して、バイクサーキットのライセンス取得に挑んだが、 走りにくい状態で前を走る人間を抜く欲求が生まれなかったため、これも断念。大学へ内部進学できなくなっていた三池は、横浜放送映画専門学院、現、日本映画大学に進学。横浜にあった今村昌平の私塾で映画を学ぶが、大師匠のオーバーが最初の授業で書いた、脚本とは術であるという言葉に、自分が場違いであることに気づかされてこれも挫折。 最終的に専門学校は卒業するがほとんど中退状態となり横浜のディスコでアルバイトを行った専門学校2年生の時に専門学校の先輩からテレビの仕事の手伝いを頼まれこれを引き受けた真面目に専門学校に行っている生徒は卒業制作を作っている時期ではあったため学校は先輩の依頼をとたったが先輩が学校の先生に まともに学校に行っていない生徒でもいいから、紹介してくれと頼んだところ、その筆頭として、ミ池ケの名前が挙がったというのが真相であり、学校の職員がアルバイト先のディスコまで来て、依頼を持ちかけたという。卒業後、ディスコのアルバイトをそのままやっていくのは何だからと、その先輩の手伝いを行うようになった。フリーの助監督として、今村昌平、音智秀雄、野田幸を西村清 井上梅次、増田敏夫、村川徹らの現場に着いた後、1991年にビデオ映画、突風、ミニパトタイで監督デビュー、1995年の新宿黒社会で初の劇場用オリジナル作品を手掛けた。以降、コメディからバイオレンス、ホラーなど多岐にわたるジャンルで制作活動を続ける。1998年に、 タイム氏がこれから活躍が期待される、非英語圏の監督として、ジョン・ウーと並び10位に選出。クエンティン・タランティーノ、イーライ・ロス、パク・チャヌクなど、海外の監督にも影響を与えた、殺し屋1など。また、オマー・ロドリゲス・ロペス、フライング・ロータスなど、海外ミュージシャンにもファンが多いことでも知られ、極道恐怖大劇場ゴズは、V シネマとして初めて、 カンヌ国際映画祭に出品された。救命は、ミーケモバ。ジャンルを問わず、仕事はきた文順で受ける、映像化可能であれば、まず何でもやってみると公言しており、多作である。ミーケの、その映画制作スタイルは鮮烈な暴力描写を、伴うため、しばしば論争を巻き起こすものの海外での評価は高い。2001年のトロント国際映画祭での、 殺し屋一の上映時には、エチケット袋を観客に配り、暴力描写が自分の持ち味であることをアピールした。海外での受賞は、極道戦国史不動で、ポルト国際映画最新サイン特別賞。オーディションで、ロッテルダム国際映画祭で、国際批評家連盟賞と、オランダジャーナリズム連盟賞。カタクリーへの降伏で、ジェルミナール国際ファンタスティック映画最新サイン。 特別賞。ゴズで第36回シッチェス、カタロニア国際映画最新サイン特別、ビジュアルエフェクト賞など多数。フランシス・コッポラやウェイワンがアジア人監督作品をプロデュースする企画に日本から化が発表されるなど、ハリウッドからの引き合いもあったが、長期間携わる上に他の仕事に関わることを禁じる契約がある依頼は、自分の気質には合わないため、断っているという。 2004年、いぞ、いぞは、R、R-15 指定。幕末時代の殺し屋、岡大蔵をモチーフに、過去、未来を通じ、時間を超越した殺戮を繰り広げる様を描く。豪華な出演陣が話題となった。ベネチア国際映画祭に正式招待された。2006年には、アメリカのケーブルテレビ局ショウタイムが企画した、ホラー映画の巨匠13人による、 オムニバステレビシリーズマスターズ・オブ・ホラーの第一シーズンに日本人唯一の参加を果たした。しかし実際に三池が制作したインプリント、ボッケー、協定、原作、岩井島子はアメリカのテレビで最も表現規制がユリートされる有料ジャンネの放送コードにさえ引っかかってしまう内容のもので北米での放映は見送られることとなり話題となった。また、 日本では、角川ヘラルドピクチャーズ、現、角川映画配給で、映画館公開も隠されていたが、映ンが審査を拒否したため、映ンの審査が必要ないイメージフォーラムで、短観上映した。2007年11月、米、タイム誌の調査による、トップ25ホラームービーズ、ホラー映画ベスト25に、唯一の日本映画として、オーディションが選出された。2014年、 第9回ローマ国際映画祭柄部門にて、監督作品、神様の言う通りが、日本人初の、マーベリック賞を授与されることが決定された。2015年、第6回オアハカ映画祭にて、監督作品、極道大戦争で最優秀監督賞を受賞。好きな映画監督は、黒沢明、五社英雄、デビット・リンチ、ポール・バーホーベン、デビット・クローネンバーグ、 好きな映画は、萌えよ、ドラゴン、スターシップトゥルーパーズ、雲霧にザエモン、闇のカリュード、七人の侍、ザトウシシリーズ、特に1962年の第一作目など。最近は漫画やアニメを原作とした作品を撮っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。